ちは、ヤスコーンです。私は今、高知に来ています。さて、こちらは四国土佐時の夜明けの物語という観光列車、1号車黒船と2号車空船の2両編成です。高知駅と久保川駅の間を一往復、下りが立志の章。今回私が乗るのは上りの開花の章です。というわけで、まずは高知駅から特急列車で久保川駅へ。下りの時の夜明けの物語の前に出る特急足摺に乗車します。おや、行き先表示の久保川の文字だけ筆文字、そして電車指定も筆文字。なぜそこだけ筆文字なのかはさておいて、特急足摺に乗車しました。駅に到着しました。駅舎が改装されたと聞きましたが、ホームの方は変わっていないようです。とりあえず改札口に行ってみます。素晴らしいですね。すごいすごい。こんにちは。私は2号車なのですが、1号車はじゃあこっちで、なんかすごい、夢の世界みたい。一周してもいいかな。綺麗。ちょっと一周させていただきます。なるほどね。あ、でもこのちょっと向かい合わせな感じが、知ってる人同士じゃないと恥ずかしいですね。照明が綺麗、ね、デザインされている、千年物語のデザインされている方がデザインしてるんですけど、どうやら私もなんですけど、ちょっと未来の SF がお好きな方のようです。開花のショーです。15時10分に発車いたします。皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。通常 1A と 2B は売らないらしいです。なので私が端っこということになります。
ほら、椅子が回るんですよ。すごいよね。180度ちゃんと固定される。皆様、本日は四国とか時の夜明けの物語会社のショーにご乗車くださいまして、ありがとうございます。こちら頂戴します。お願いします。この便は列車名にもなる時の夜明け、すなわち時代が大きく変わった文明教育から言葉を取り、会社のショーと名付けました。走行中にはこちらが本日のお食事のお品書きでございます。ありがとうございます。隠してあるコーヒーチケットなんですけど、酒場駅という駅に着きましたら切り離して駅の中までお持ちください。コーヒーの提供がございますが、コーヒー苦手ではなかったですか？はい、ありがとうございます。コーヒーでご準備しておきます。はい、土佐久礼駅でしばらく停車します。こちらに短いトンネルが、駅舎で物販があるそうです。行ってみましょう。はい、ほら物産は乗りたいなって。400円頂戴します。あ、まだやっぱり取りにくい。週末は今日は多いですね。今日はちょっと吸いとく。では400円頂戴します。はい、100円のお菓子です。
た。こんな子が見てください、かわいい、めちゃくちゃ。この箱はね、持って帰っていいそうなので、もちろん持って帰りますよ。ではこのさっきメニューについてたコーヒーチケットを切って持っていくと、地元の方がコーヒーを用意してくださるということで、それを受け取ってまた車内に戻ります。あ、こんにちは。キツネさん、佐川駅。はい、ありがとうございます。ペーパーオリスタって何ですか？銀座にあります、うん、カフェパオリスタ。へ、あ、銀座にあるんですか？あります。へ、はい、あ、ブラジルコーヒー専門店。あ、そうなんですね、はい、今度行ってみます。じゃあこれを持ち帰ったのが佐川出身の方、はい、あ、そういうことなんですか。そうです、はい、ありがとうございます。へ、すごい。 いいですね。ではデザートの芋けんぴをいただきます。これはどこだろう、芋屋金次郎って書いてある、高知のお母さんですね。先ほどいただいたコーヒーと一緒に、よいしょ、かけてみます。かわいいクリップが、お、すごい、こうやって直に入ってるの、食べた芋けんぴの中で一番美味しいかも。ね、何これ美味しい。なんでこんな美味しいの？かんざし。高知のものがやっぱり多いんですかね。高知のもの。あ、そうですよね。あ。なるほど、なるほど。オリジナルのラッピングでご用意してます。そうなんです、中身は同じ。中身は同じなんですけど、ラッピングがこの陽気な物語仕様になっております。それいいですね。
Thank you.